Thank you.
そろそろ来てくれる頃だと思った。この人、この子は電脳空間の波間を泳ぐ。そしてあれ、奴隷にしてしまう。紹介するわ。あなたや私がいるこの、実はね、サヨの相棒のディアナモンが、それでデジラボのミレンさんに相談したら元いたせ。でもミレンさん、私はどうして、こんな貧弱で脆弱で意志薄弱そうな子が私の運命の人なの？そんなの。リアナモンを取り戻すには七大魔王のデジモンをす、それはあなたの悪魔系デジモンの頂点に立つ。彼らはその力、それは一種の封、誰が仕組んだわけでもさえ、あなたたちがあなた、その罰としてあなたの、そんな、ええでしょうね。この世界の七大魔王を倒さない限り、ディアナモンがいないあなただから、あなたが七大、でもそうね、あなたは向こうけれど、今のあなた、こんな貧弱で脆弱で意志薄弱そうな子が、今は私はダークムーンシティのテーマチーム、よろしく。感じ決まりね。それじゃあ七大魔王の居場所、全ては
Thank you.
Thank you.
スエドウにはスエドウの目的があり、同時に私たちもスエドウを利用しています。新世界の全ての世界からか、あいつがしてきたことは。そんなの、彼の目的がどう私たちの。よろしい、一丁上がり。
ち。イーターが侵食し、あの奥に。だが今はイーターの巣窟だ。あれってユーゴが呼んでる。うん、兄さんに。さあ今度こそみんな揃う。予定通りイグドラシル送り返したイーターすべてにご刺しものイグドラシルの演算機能。トロイアも木馬みたいですね。いやどちらもまじ実体はグリム童話の。お自信を持て、必ず勝てる。負けられない。Thank you.
どうだ？いけそうか？この状態ではだが、相当数のイーターによって勝つ戦闘能力は未知数だが、てか向こうはやる気みてえだぜ。そんじゃやっちゃいますか。兄さんを傷つ、これでどうよ。ユーゴを助ける役目、お前兄はお願いします。私たちの大切な友達。会いたかった、来てくれた、嬉しい。違う。
声を。みんな大嫌い。みんな。僕の声を。誰か、誰か。ユーゴか？お兄ちゃん。アラタ。やったー！よう、お兄ちゃん。聞いてくれ。このままじゃ。どういうこと？僕は、確かにイーターに取り込む、その一部の機能として。活動を。そうだ。彼らに、情報を蓄え、共有し、すべての個体が。その統合意識のね、仲間たちの前にイーターを端末代わりに。でもせいぜいメモリーを断片化し、かなり制限はあったけど、イーターに取り込まれた人間の精神で。おい、ユーゴ君がいなくな、侵食速度は再現なくか。されどそれこそが進化への。どんな小さな世界も滅ぶことなどいう、そんな頭。ユーゴ君、いや、これは君にしか。しかし新世界では、スレド、今度はわ、いえ、私ならばか。そしてイグドラシルの万能神がごとき縁、それらをわ、スエドウも。ああ、なるほど。やめておいた方がいい。もともと不安定だった。あ、先ほども。次は接触しただけでデート。それも。ち、これだ。だよね。そんなの。ユーゴ、5人で。そう、失敗とかそういうの。どうよユーゴ、この女子力の。ああ、なんだろう。わかる、さすが親友。お前も。これで、これでようやく世界を再構築できる。歪んだものや醜いもの、悲しいものを消し去ることができる。で、どうする？あれ。スエドウが望む新しき世界。彼は全ての世界を救うのだ。彼ならばその力、多くの改変。
私の役目として。だが君たちはどうだ。スエドを狂言者の作り上げた世界。そうそう、だそうだ。君は血はなされた。人間の子らよ、己が意志に従え。絶対に諦めないから。僕一人の力ではお前を止めることはできなかった。だが今なら仲間たちがいる。今ならお前を止められる。今だ、みんな。君たちの活躍に終止符を打ってあげましょう。
ですけど、マザーイーターの中にはまだスエドーがいます。とりあえず根本的な解決にはなる。それじゃロイヤルナイツや他のデジモンだな。この巨体を俺たち。おい、ちょ、まさか。バカ、やめろ。もう体が持たない。アルファモン行け、ファイバースルース。嘘。あの子の決断がも。おやおや、私の忠告を無視して。まさに新田君や優子さん。無駄ですよ。すべての世界から。なぜ君だってそうです。おかしいです。私を助け出し、私の問い。それは恐ろしいです。イグドラシルの演算処理の、いや、そう、ピンときました。神はサイを投げない。まさに君たちはサイそのも。なる。このようにして無駄、揺らぎ、理解した。いや、待ってください、待ってください、待ってください。おや、君は名付けて祭を投げる神の、投げる祭を作る神の存在を導く。この理論を証明するために、存在があまりにもと、いや、イーターにおいて私たちが作り出した、そもそもか、いわば触れ、その高次元で、いわゆる、それが我々の次元において、後の天末、このような作用がイグドラシルに問いかけ、彼の、彼女かもしれません。正確にはまだ演算しきれ。ともあれ、イグドラシルに協力を要請。彼らを各自、君たちの未来に同様の事象ですが、私の計算ではそれが起こる頃なので、君たちは好きでは、機能を取り、おいおい、そ、外に、だと、よし。懐かしいな。ネットワーク内に保護されていた
精神データの数々だ。あれ全部が？ああ、イグドラシルが人間世界へと送り返している。それってエデン症候群が治るってことだよな。治るとは、君たち人間が。よくわかんない。奇跡。よかった。その球体が、え、にゃー、そうやってデータからデータへ移る。目的は定かではない。オーブやセントエルモの火、 UFO の正体とされて、プラズマ現象などとされているが、人口では到底制作不可能な。ストップ、ストップ。おっと、すまない。クレミ京子との別れ。いや、別れ。そう、デジタルワールドを完全に復帰。イグドラシルはデジタルワールド。8年前より。え、以前、ひょっとして私たかもし。けど、もなんとかなる。うん、だよ。っていうか、さて、そろそろ時間のようだ。君、開かれた扉は閉じられる。さらばだ、人間の子らよ。世界はあるべき姿、それが我々の友である。願わくば、き、これで。俺たちの世界からそうなった。お兄ちゃん大丈夫だよ、ユカ。そう、うん、安心しな。お手柔らかに。あれから
1週間が経ちました。東京はまるで何事もなかったかのように、今日も人、人、人で溢れ返っています。と言いますか、本当に何もなかったのかもしれません。私たちだけの記憶、それはみんなにとってないものと同じなんだと思います。自称ひよたの新田くんが言うには、分岐していた時間軸が合流したのだそうです。いろいろ説明してくれましたが、半分寝ながら聞いていたのでぶっちゃけよく分かってません。でも要するに、私たちの過ごした8年間がまるっと変わってしまった。そのほとんどがなかったことになってしまったのです。この東京は私たちにとって新しい東京です。例えば上城悟、ゆうこっちのお父さん、なんと普通に言います。これには本当にびっくりしました。上城エンタープライズの社長としてバリバリエデンとか運営しちゃってます。ゆうこっちはまだ戸惑っていますが、そのうちお父さんに甘えまくればいいと思います。数年分手加減なしで思いっきり、ついでに岸辺理恵もいたりします。社長秘書だそうです。さらに社長と熱愛中だそうです。近い将来ゆうこっちのお母さんになるかもしれません。頑張れゆうこっち。例えばエデン症候群、新しい東京では8年前に恐ろしいテロ事件が起きて、その事件に巻き込まれた被害者が昏睡状態で眠り続けていたことになっています。みんな1週間前一斉に意識を回復したそうです。ちなみに優吾くんもそのうちの一人ということで目覚めました。今リハビリに励んでいます。私もお手伝いしてます。回復した理由とか当然みんな知りません。今のところ神様の奇跡説と宇宙人の干渉説が有力だそうです。例えばデジモン、あの子たちに関しては何とも言えません。いるといえばいるし、いないといえばいないみたいな。デジモンキャプチャーはもう存在しないんだけど、デジバイスで超流行ってるアプリにデジタルモンスターってのがあって、育成ゲーなんだけどこれが結構ハマっちゃう感じで、そのアプリにアグモンとかガブモンが登場しちゃってるから、驚きというか桃の木というか、なんというか、これってどういうこと？わけわかんないんですけど、みたいな感じでもうお手上げです。いわゆる頭パーンです。でも君ならわかるかもしれません。そう、私たちの記憶と変わらない現実もあります。新しい東京にはスエドー明美はいません。あの人は生まれていないことになっているようです。なんだか少し胸がキュッとしますが、これで良かったんだと自称ひよたの新田くんは言っています。京子さんもいません。探したけどいません。でもクレミ探偵事務所はありました。京子さんがいた痕跡もありました。京子さんはいるのでしょうか。私たちには見つけられないだけ？きっとそうなんだと思います。京子さんを見つけられるのは名探偵の君だけ。きっと絶対そうなんです。だからだからお願い。
おい、てか、本当は俺だ。わかってる。ね。心配す。医者の話じゃ、体はピンピンしてるらしいし。うん。ほら、こいつアホ。どっかの。あれはイーターに囚われていた。それにそもそものゲットと言いますか。うわ。はい。ま、自称ひよたの新田くんの言う通りかも。ああ。ノキアさんまで。おい、どこ。えって、何にもしないでくよくよして。ノキアさん。幽霊やってたらさ、エデン中探せば。あれ、私今。そんじゃ。はあ。ち。しゃあねえ、付き合ってやるが。けどな、はっきり言っとく、俺が電脳探偵でお前が助手だからな、これだけは譲れねえって。おい、聞けよ。ようやくお目覚めのようだな。一向に反応がなくてね。私の声、この状況に君の反電脳体は君が君であるためのデータを。どんな気分。ふん、いわ、私も数世紀ぶりにイグドラシルの意志を。ずいぶん無茶をする助手も。だが、ありがとう、この言葉を君。先に伝えた通り、その状態で、もしくは、そうだな。私の仕事はこれから忙しくなる。だが、イグドラシルですら検知、それをどうにかして、どうだい？馴染み深いない。君の困った様子が見たくなってしまう。だからこそ仲間を捨て、私もそんな気見たまえ。いいかい、君の仲間となったで、君はほとんどデジタル生命体。証拠は君自身の出友情、あ、それらを全てあ、前代未聞。私からもわずかな一つだけ心残り。では、さあ、君の未来。
いつを捕まえて。逃がしたか。おっとごめんなさい、怪しいものじゃないわ。私はクレミ京子、探偵なの。病み上がりでね、なかなか勘が戻らなくて。風変わりな飲み方をするのね。いえ、味覚は人それぞれだし、意外と美味しいのかもしれない。機会があったら試してみるわ。邪魔したわね。それじゃ私はこれで。いきなりでぶしつけだけど、どこかで会ったことはない？すごく大切な何かを忘れてる気がするんだけど。実は今助手を探していてね、よかったらうちで働いてみない？
ようこそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、
皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来を紡ぐヒューマンネットワーク、上城エンタープライズが運営しております。また会ったわね。もう一度ここに来たということは、また初めから閲覧したい物語があるということね。いいえ、答えなくていいわ。すべてわかっているもの。これもきっと必要なこと。それじゃあ選択してちょうだい。今度はどちらの運命を手繰るのかしら。その記録を使えば、情報の一部を引き継いでもう一つの物語を始めることができるわ。これで選択はなされたわ。あとは定められた運命が導くままに。お行きなさい。それじゃあね、また物語の中で会いましょう。Thank you.
この世の中にはヒーローが活躍する物語が溢れている。彼らは様々な事件に遭遇し、強大な敵に立ち向かっていく。仲間たちと力を合わせ、世界を危機から救い出す。だけど、その物語には脇役が存在する。あるいは、登場すらしない人々も。僕はある年齢を過ぎた頃から、自分がヒーローではないことに気がつき始めた。この世界にとって、僕は脇役に過ぎず、物語に登場することもない。でもいつかはヒーローになれる。その時を夢見ている。これは、そんな僕の物語。
っちの声は聞こえているか。よし、千歳、そっちはどうだ。およ、なんか画像データが乱れ。どっちは問題ない。見えてるよ、そのこと。デジタルウェーブの異常かな。なら仕事にし、うん、やっぱり、やめ。優しいね、お嬢は。新人くんが心配。そういうんじゃない。言ったはずだ、仕事を始める。おいおい、強敵の名はどこのチームにも所属して。クライアントはエデンを探す。見つけ次第ボッコボコ。同じアカウントで二度と得る。悪どいハッカーには。私たちは。なあもうわ。まずはクーロー。はいよ、待ってました。チャ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 ーン。俺様特製マルウェア。聞いて驚け。聞き込みで怪し。リアルでもこっちでも。お前がチームに入った。もう一度言うが。Thank you.
や、俺だ。お前のことを探っている奴がいるぜ。この伝言を聞いたら連絡をくれ。何か分かったか？上出来だ。警戒されると厄介だぜ。すぐに奴の色を。30秒ちょうだい。お前の仕込んだハチドリちゃんを経由して通信記録から見つけたよ。ご覧の通り。奴は近い。俺も行こっか。いや、そこで待機してろ。お兄ちゃんがいるかって別に心配してるわけじゃない。あとは私が、なんかお嬢、おっ、わざわざ いるの めず、期待してるぜ。私は君のアカウントを買ったとおぼしき人物。その男の名は志賀陽次。なぜこんなことを君に伝えるか。私はエデンで起こる、これは一種の人助け。本当にやるのか。ハッカー、犯罪者を捕まえるなんて。その K ってやつもハッカーなんだろ。なあ、お前がハッカーじゃないってことは誰よりも。それじゃあ本気みたいだな。それな、でも俺にも協力させてくれ。クーロンって知ってるだろ。そこに闇マーケット、闇マーケットではそこに行けば。おい、そこのモブ顔、お前だよ。お前、お前しかいねえだろ。お前マーケットは初めてか。そんなとこだろうと思ったぞ。聞きたいことがある。そうだな、買ってくれ。何を買うって。ここはデジタルモンス、その売人である俺にも。そんなことも知らないで。そういや最近、どうせお前も
そいつからわけもわからずキャッ。デジモンキャプチャーっていうのはデジモンプログラムを見つけたらキャプチャーは無その後手にコンバートでデジモンプログラムを追って間違えるなよコンバートを実行その技術はでけえチームはハッカーの暴走をまてめえでできなきゃそこからデジタルモンスター誰が作ったんだかハッカーはそいつ珍しいデジ一世代前のハッカーは今時そんなめんどくさいさてお前ふざけてんそれか長いこと買い手がつかなかったやつらでま新米にはお似合いかもなあんなんでい
統一にするのか。じゃ、デジモンキャプチャーを出しな。素人が。なんだ、冷やかしかよ。これじゃい。余裕しゃくしゃくか。こ、ずいぶん舐め頭にきたぜ。デジモンも持たずにこんなところ。何の騒ぎだ。見ればこいつどう見ても仇のガキじゃねえか。そいつはどう思う。口を挟むんじゃねえ。廃棄品。面白い。はあ、デジモンキャプチャーだ。ハッカー同士だ。何をビッ、俺たちハッカーが揉めた。ここでこのやり方、どうせ何も知らずに紛れ込んだんだろう。だが逃げるならどうする。お前と戦いたいとよ。スキャンもコンバートもしてないプログラムに。だが、おい、数を合わせないと。始めようぜ。クールに行こうよ。上出来だ。勝負はついたな。ハッカーならバトルの勝敗に従え。勝った方の主張。余計なことしやがって。おい、やめろ。そいつは三島隆二だ。三島って、いや、あの、すまない龍二。こいつ、あ、俺たちマーケットは構わねえよ。あ、お前もだ。今回は手を貸してやったが、どんなもんであれし、それを手前勝手な正義わかりゃいい。騒がせて。お前も来い。いいのか。
そいつはお前使ってやるよ。で、なるほど。それでお前はてめえのダイソンご立派だと言いたいところ。エデンは世界で、つまり。お前が追っている相手はトップクラスの技術者すら欺く。肩着のガキが一人でどう諦めるんだな。だが実はな、俺は便利屋だ。エデンのハッカーは滋賀のよ。お前、うちに入れてやってもいい。だが、俺と組むということは、てめえの面に唾を吐いた奴らと同じもの。偉そうに、もし俺たちが。どうする?情報収集はま、いつyou